おはようございます。釣り子 TV です。レイドジャパンのね、新作のルアーっていうことで、エグ玉タイプレベルね、これまあ 3.5g っていうね、重さですけども、これをね買ってきてみたので見ていきたいと思います。エグ玉っていうことでね、あの江口プロですよね、もうスモールラバージグの名手、名作ですね、エグジグね、シリーズの作者のね、江口プロがレイドジャパンに移籍して、でまあさすがにエグジグなんかがあったりするから、なかなかスモラバーとかはね、レイドジャパンとかでも出ないのかなーなんて思ってたら、まあコンセプトをね変えて、またエグジグとは違った感じで、さらにちょっと新しい機構もいっぱい取り入れて出てきたっていうことで、これはこれはものすごい期待できるんじゃないかなと思ってね。本当まあいろんなスモラバーこれってこだわらず使うようにはしてるんですけども、なんだかんだね、最終的に使うのは、買うのはエグジグだったりしてましたので、まああれはね本当軽くて、中層泳がせるとかそういう釣りにばっか使ってるんですけども、このエグ玉ってのはねちょっと重めの重さってのもありますけども、カバーにねぶち込んで使うよみたいなコンセプトみたいなんで、レイドジャパンのね動画で江口プロがものすごいね詳しく、亀山ダムで解説している動画なんかがあるので、あれをチェックするとねすごい釣れる気が高まるんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、こちらの動画ではまあ手元の動画なので、どんなルアーなのかね、ちょっと早速開けてですね細かく見ていきたいと思いますよ。万引き防止かな、セロテープでね止められてるんですよね。紫色に緑とイエローで目をね引くねパッケージですけどね、はいはい、万引き防止のセロテープを取って、じゃあ開けていきたいと思います。レイドジャパンマークありましたね。すごい丁寧な梱包ですね。これはラバーが癖つかないようにしてくれてるのかな。はい、こんな感じで入っております。あー、じゃあね、これを取れば、そう取れるかな。すごいすごいな、これはってね、スモールラバージグ好きな人だったらおおって思うんじゃないかな。ねえ、雑誌とかでも見てましたけども、あと動画とかでもちらっとは知ってましたけど、このラバーがねツンってしてるんですよね。なんていうか、先端に行くにつれて細くなってるね、特殊な、これはめんどくさそうだっていうね、これどう自分もスモラバー好きでたまに作るんで、どういうこと、カカッとしてんのかな、すごいんですよ、このツン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 ってこうねなってるんですよね。こういうラバーが今後スタンダードになってくるのかな、にしてもな、めんどくいいよなこれ、一発で決めない、まあまあまあ、でこうちょっと後ろ長いやつとかもあってね、このね、江口プロお箱じゃないですけどね、まあエグジグ前エグジグ後ってあると思うんですけど、まあ半々ジグ前半々ジグ後もあったと思うんですけども、その後ねスモラバのトピックとしてはこのエグジグ前とエグジグ後ってあると思うんですけどね、このランダムにカットされたこの感じっていうのはね、エグジグからなんじゃないかな、人気が出たのはなんていうふうに思いますけども、ヘッド宇宙人の頭というか、独特な形のヘッドをしてますこう、ね、で重さが 3.5g って書いてありますね。でやっぱカバーに入れ込んで使うためでしょうか、ガードは結構強めのガードがね、これは7本ぐらいセッティングされてますかね。ガードがね結構丈夫めなガードがついてます。で、アイもね、楕円形のこのちょっとね今までにない感じので
で穴がね小さすぎないんで、なんというかちょっと太めの糸とかもすぐスルって入れられそうなね、あの江口プロは動画で12ポンドとか14ポンドのリーダーを組んで、で、P ラインの、ね、リーダーにして、それでカバーに入れて釣ってますよなんていう説明してたんで、そういった太めのリーダーなんかもサッとねこう入れてサッと結べるような感じの、このデカめのラージアイというんですかね、こんな感じのアイがついていて、でフックはね結構コンパクトにね、なんだろう、ヘビーカバーで無駄にスタックしないように必要最低限のなんというか大きさにとどめてるんじゃないかなっていう、ちょっと小粒なね感じになってまして、でフッ素加工してますね、専用のもうつるんサクッと刺さるフッ素加工がされていて、でね最近こういうところが気になるなっていうのが、あ、キーパー部分は面倒ないい仕事してますね。熱収縮チューブを、収縮させて、で後ろ側にこう外れないようにこうね立たしている。これはね、ここがどうできてるかによって本当ストレスね変わりますからね。やたらやっぱりねずれちゃったり、あとはここが大きめに作られ、まあ今スモラバでそういうのないかもしれないですけど、ちょっとねここの、キーパー部が太かったりするとね、小型なワームをトレーラーにするときとかちょっとね、すぐずれたり壊れたりしやすいんですけども、壊れづらくなおかつ外れづらそうっていうような感じの熱収縮チューブ式で、こうねピュインとなっている、こういう感じですね。うわー、これはね早速使ってみたいですね。で重さが結構展開がいろいろね書いてあったけど、あれ重さがね 1.5g、 2g、 2.5g、 3.5g、 4.5g ってね、1.5g もあるんだな、これ 1.5g あったら欲しいな。まあね、ちょっとカバーに入れ込みやすい小粒な 3.5g っていうの買ってみましたよ。これにねちょっとねあのトレーラーをつけて使っていこうかななんていうふうに思うんですけども、後ろには説明書きシンプルに、簡潔に書かれてますね。超生命的波動を生み出すオリジナルテーパードラバーテーパーして先がこう細くなってるラバーですね。で完全な水平姿勢を実現する95度ラインアイ、ラインアイの角度にこだわってますということで、適度なスタック感とすり抜けを両立したヘッド形状、ヘッドとヘッドの重心バランスを崩さずにトレーラーを確実にホールドするチューブキーパー、ウェイトごとに本数調整したガード、驚異の貫通力と、耐久性を誇る流儀射精サイバーメタル TC コート特注フックのね、針はね流儀のねいい針が使われているんですね。こうツルツルのやつが使われているよということでございます。で動画でねすごい印象的だったのが、この水平をめちゃくちゃ水中でキープしているなという水中映像の、あとねあのカバーに入れた時、なんかいつもね自分が釣りとか大好きでやってるカバーねちょうどあの映ってたんですごい参考になったんですけども、結構ごちゃごちゃのカバーのど真ん中に入れて、で抜く時になんか引っかかりそうだなってピンピンって取るんじゃなくて、ほぐすようにほぐすように優しく優しく、引っ張ってやるとこう立ってでトゥルンって抜けてくる、立ってこうトゥルンって抜けてくるから、そこで勢いでパンパンとかやったらそれがスタックしちゃうみたいなんですけど、優しく揺すってあげてやるとこうちょっとこのヘッドの先端の方の重さの重心の方にこうちょっと傾斜してトゥルってこう出てくる、ツルッヌルヌルヌルってるっていう感じで出てくるよ、絶対あの強めに煽ったりしたらダメだよスタックしちゃうからねっていうのをすごいね
あの分かりやすくそのもうめちゃくちゃなカバーの中にこれわざと入れて実演してくれてる映像がいっぱい出てましたんでね、あれすごい参考になるなと思ってね、何回も見返してるんですけども、でまあそんなことこんなことやっててこのシルエットだったらまあ魚食っちゃうでしょうってね。スモラバもまあね、もう本当だいぶなんていうかバスも見慣れてきて、なんか当たり前のところに入れてもね、なかなかねバイトが出づらいなっていうことがね、あのスレッカラシのダムなんかだと増えてきたんで、ちょっとねこれでその食わせに特化した水平姿勢を超キープね、あとは針なんかも、まあ、最新鋭の針が積んであるよっていうことと、まあね現役のねトッププロがね大会とかでもバンバン優勝しちゃう人が優勝するために、開発したねラバージグだからもう間違いないんじゃないかなということで、まあスモラバだからねさすがにちょっと今回出たばかりでねバーって売り切れちゃったけど、徐々に買いやすくはなってくると思いますからね。これまあそう江口プロがいなくなったあの江口グとかどうなっちゃうのかななんて心配していたんですけど、まあこう言っちゃあれですけど、まあレイドジャパンからあの江口プロプロデュースのねスモラバシリーズなんかまあ安定供給されるようであれば、まあ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 嬉しいなと、ね、結構ね影響されてあのトリックスターとかね、あとねデュナミスとかね、いっぱいあのジャクソン時代の江口プロプロデュース系のねサオとかねお気に入りで使ってましたんでね、もちろんあのワンも大好きで使っていたんで、ここからはねまたねレイドジャパンでね江口プロっぽい、ね、ルアーがねバシバシと出てきてくれたら嬉しいななっていう風に感じます。あでまあまあちょっと長くなっちゃいましたけどね、これは 3.5g だけど、まあ、ラバーとかいろいろ込み込みで何 g ぐらいなのかなってちょっと測っておきたいと思います。はい、エグ玉 3.5g 何 g でしょうか。まあねいろいろこれまだねフックのカバーとかも取ってないんでね、4.2g 出てますね。まあまあ 4.2g でこれにトレーラーをつけていくと、そうですね多分5g、6g 前後になってくるんじゃないですかね。カバーにつるって入りやすい重さなんじゃないかななんていうふうに思いますけども。というわけで本日の釣り子 TV はですね、レイドジャパンからねついにね江口プロプロデュースのねルアーねらしいルアーがね出てきましたね。このテーパードラバー最高ですね。はい、エグ玉一つ買ってきたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。